政府の債務問題ってすごく大きくなっているようですよね。であのメンテナンスができなくなった先には債務の返済、借金の返済ができなくて、その取引先もあの潰れる。だから地方政府の財政破綻によってその周辺の取引先も破綻していくっていう、こうそのこうスパイラルにも入ってきたのに、それをこそこを防ぐ手段をまず打たなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、あのですね、全て難しいこの状況は全て難しいけれども、誰を優先的に助けるかというと、あの困窮している個人を優先に助けないとこの社会が混乱するわけですよね。しかも共産党への求心力も下がるわけだし、そうすると政治不安、社会不安どん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 深刻化していくわけですから、こういう時はもう公共施設、まあ、地下鉄はやっぱあのメンテナンスしなきゃいけないんだけども、それから建物を一旦置いといて、個人、特に困窮している方も子どももいて老人もいて、そういう個人を、ね、優先的に助けなきゃいけないんですけれども、私から見るとまだあの危機感、緊張感、十分持ってない感じはします。それは地方がですか？地方も全部そうなんですよ。地方はすごい借金がある。借金してても、あのこの場合はですね、そのいろんな建物 のインフラ施設がですね、もう本当言ってても個人を優先に助けなきゃいけない。だから絞って例えば銀行からお金借りてもですね、個人の生計を、ね、あの守ってあげれば、あそれから時間経てば徐々に貧困してくると、企業がまた再生されるわけですから、ただ時間経てば経つことなかなかこれね立ち上がれなくなります。個人 の生活保障ということですよ。生活保障金というのは どういったものなの？日本でもあの以前いろいろあの やったわけですね。賞金券を、賞金券をあの、はい、そういうあの家庭にですね配ったりするので、要するにこういう貢献している家族だと今日明日食べるものがなくなるわけですから、今の中国で 5% 成長していると言われながらも、なし社会でいうとシャレはならないわけですから、僕はやっぱりあの中央政府、地方政府、まず人をあの中心に据えて、これ助けるという政策を打たなきゃいけないと思います。公共事業はどう？公共事業はもう期待できない。期待ですから、あの、公共事業は。えい、気持ちいい。お疲れさん。